どうも皆さんこんにちは、ワッピーです。さあ、今日はですねヒーローズステーキハウスさんの池袋サンシャインシティ店にやってきました。なんとですよ、今回アシスタントのユッチーがご馳走してくれるということで。そうなんですよ。このワッキー TV にさ、ユッチーが合流してね、もう2年ちょっと経つんだけど、初めてのゴチです。ヨギさん、ここは任せてくださいよ。びっくりだよね。でヒーローズステーキさんは約1年前にこのチャンネルでも紹介してまして、その時はね、吉祥寺のお店だったんですけども、俺が前回2ポンド完食してるんですよ。なんで僕ちょっと3ポンド行きたいんですよ ね。今回はね、もうユッチーの強引な企画です。そうなんです。メニューいろいろあるんだけど、看板メニューがこのヒーローズステーキね、店名のついたステーキがグラムと価格がこんな感じ。ハンバーグをねめちゃくちゃこのお店こだわってて、グラムと価格帯もこんな感じでございます。で下をずずっと見ていくと、3ポンド3ポンドのリブロースステーキで、あと3ポンドのハンバーグもあるという。サーロインステーキも3ポンドで、ステーキとハンバーグのコンボのやつもあります。今日ユッチーがチャレンジするのがこれだよね。タックステーキです。3ポンド3ポンドで、しかもヒーローズステーキさんは余ったやつはお持ち帰りとかやってないそうなんで。そうなんですよ。もし万が一あなたが食べきれなかった場合、あ、そうか、そう、そのことも考えて少ない量のハンバーグにしようかな。そういうことですね。 それもあるし、初めてのあなたのゴチだから、ちょっとなんか俺は申し訳ないなっていう。遠慮しないでくださいよ。いやいやいや、あなたの財力分かってるから、うん、ちょっとね、あんまり大きいものは頼めないなっていう。ここ最近さ、このヒーローローズステーキさんさ、結構勢いがあってさ。いや、そうなんですよね。店舗も少し増えてきてるし、さっきまで外も並んでました。行列でしたよ。結構な列ができてまして、まあ夏休みっていうのも今あるかもしれないんだけど、すごいよ。すげえ、うん。まあ去年ワッキーさんの2ポンド完食してるんで、まあここはもう大食い担当として、まあ、3ポンドは余裕でしょうということで。あなた大食い担当？一応ワッキー TV の大食い担当です。最近あんまりやってないから。まあやってないんですけど、タレも5種類あるんですよ。和風とニンニク醤油、ネギ塩もあって、でデミグラスと、これ見てください。クリーミーガーリック。これだけじゃないんですよ。見てくださいこちら。あ、調味料ね。ブラックペッパー、ピンクガーリック。ピンクガーリックって何？ピンクガーリック。ピンクガーリック。ピンクガーリック。テンション上がっちゃって。テンション上がりすぎる。テンション上がっちゃったよ。で、見てください、これヒーローズのオリジナルスパイスもあるんですよ。そうだね。これだけ味変いろいろできれば、3ポンドの肉でも、まあ余裕でしょうと。ここにマスタードがあるからね。あとね、マスタードにヒーローズさんのオリジナルのユズペッパー。これはね、どの店舗にもあって、昔からあるやつ。今日さすがに3ポンドなんで、ご飯はちょっとなしで。今日ご飯なしで、もうステーキだけをカッツリ。なるほどね。まあちょっと量多いからね。そうですね。いや、すごいよね。これさ、メニュー開いたらさ、いきなり3ポンドのメニューが出てさ、で、右見たら2ポンドなんだよ。ちょっと上見てください、この食えんのかって。ね、すごいよね。食えんのか。1ページ、2ページ目だからな。ほんとに。しょっぱなみたいな。このメニュー、圧巻だよね。もう3ポンド、2ポンドしか載ってないページ。種類としては、チャック、サーロイン、リブロース、ハンバーグ、この4種類で3ポンド2ポンドのメニューがあるという。で次のページが1ポンドです。ここでようやく1ポンドなんです。ここでですね、普通の人はこれでも結構量ね、そうですよね、食べ応えもあるしね。1ポンドがこんな感じですね。ずっと来てます。でトッピングもね、大根おろし、チーズ、半熟目玉焼き、骨付きフランク、チョリソーと。でヒーローズステーキさんライスがですね、スモール、レギュラー、ラージ、なんとライスでも1ポンドという。ここまで。で、この価格帯で食べられる。結構これはね、お得だと思います。で、次が2ポンドのコンボメニューですね。これも結構量ありますよね。合計で約1キロあるんで、まあ、ハンバーグとステーキを2つ味わいたい方はこっちの方が、まあ、お得なのかなと。大きさ2倍、楽しさ2倍、満足3倍。で、あとは単品のメニューで1ポンド以下のやつも注文できるんで、例えばサーロインだと、150g から注文できる。で今回自分は手作りハンバーグ行こうかなと思ってます。ハンバーグめちゃくちゃこだわってて、手作りでやってます。めっちゃうまそうでしょ。でソースがこちら、まあ、さっきユッチーがやってたやつか、これか。あ、これ、これだね。5種類よりお選びください。焼き加減はこんな感じ。来た来た、すいません、失礼いたしました。3ポンドでございます。うわー、うわー、すごいな。3ポンドのチャックステーキ、これはインパクトあるな。厚みがすごいっす、これ。うわー、
これを出会ってたからちょっとね、ずっと夢見てたんですね。夢見てた。お先にいただきます。うん、あ、おいただいてても冷めちゃったから、うわちょっと待って、断面がすごいな、すごい綺麗だね、美しすぎる。しかも肉汁がほら垂れてる垂れてる垂れてる、すごいすごいすごい、うわうまそう。この厚みなんですけど、うん、柔らかいですね。でこれソースもすごい濃いってわけじゃないんで食べやすいですね、うん、食べやすい。うわうまそうだな。じっくり食レポしたいところなんですけど、あ、大丈夫大丈夫、 あなたに食レポ求めてないの。あ、求められてないです。そもそもこのチャンネル求められてないから。あ、求められてない。あ、そうなんですね。大きめな塊をガッとカットして、うわすごい。でここからさらに細かく刻んでいくと、これはあれだね、やっぱり顎のね、噛む力がね、どんどん弱くなっちゃっちゃうからね。予想以上に柔らかくて、うん、結構食べやすいです。本当に、うん、まあ、一応ね、このチャックステーキがね、人気らしいからね。うわ、肉汁が、これ、中すごいな、ね、これは。何回切ってもこんな断面見れるって、ね、すごいね。今日は僕自腹で来てるんで、うん、心置きなく食べれますね。いつもは、本当にパッキーさんありがとうございますって言って食べてるんですけど、うん、今日はもう自分のお金なんで、もういいかも、冷める冷める、ほらいいよいいよもう。でもあなたもね、だん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 食に目覚めてきてね、うん、そこ最近は、最初はね、何喋ろうかなとかね、うん、ついてくるのに必死だったのに、今じゃね、編集も無難にできるようになり、食もだんだん好きになって、そして今は役者ではなく、ヨガのインストラクターを目指している。まあいろいろありましたけど、ワッキー TV に出会えてよかったっすね。そうなんだ。で、ユッチーが食べ進めてる間にですね、すいません、カメラをいただきまして、ハンバーグのセットですね、サラダとスープもやってきておりますんで、いただきます。うん、コンソメスープもうまいね。美味しいよこれ。セットのサラダ、オニオンドレッシングにしました。結構あの量多いなこれ。ユッチーさん、ごちそうさまです。うん、でカメラをこっちに戻しまして、これゆっちゃんあれだな、俺のハンバーグが来る前にもう食べ終わっちゃうかもしれないな。ようやくあと1ポンドちょいかな。ここでネギ塩です、ね、あ、ネギ塩のソース、おお、あー、お前考えてたね。そうなんですよ、後半ね、そう、最後の1ポンドぐらいでソースたちを使うんだ。あとこれもね、こっちもね、ここからもうこれが多いんですから、うん、なるほど、この旗はもらったぞということで。またネギ塩、またこれ、こっちまで香りが来るな。外側のカリカリしたところもいいね。あ、ここですね。そう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 、これこれこれ、はい、じゃあちょーい、一気にガラッと変わって、おリフレッシュ、リフレッシュ、あ、リフレッシュね。リフレッシュが言えなかったね。これは全然余裕だ。あ、スピーチっぽい、できたの、これができた、はい、まあ、うわすごい、ヒーローズステーキさんのハンバーグ来ました。ワンポンド、目玉焼き、そして和風ソース、これはうまそうだな。で、あとパスタの方にもかけますよ。和風ソースね、ちょっとかけちゃいましょう。おお、あらら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 、らこれは夜中見てる方すいません。ほらもう押すだけでほら肉汁がすごい、うわ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 、肉汁がほら、うわ、あらららら、うわすごい、すごいじゃないですかこれ、ざっと、うわ、卵つけまして、いきなりディップしちゃいますよ、ディップする、先輩、失敗した。やりにくいな、ちょっと。すごい、飛び焼けた。行くでよかった。いきなり出ましたか。これはうまいね。出ましたね。超粗挽きの肉汁ハンバーグですね。押すと、ほら、ほら、ほら、出てきちゃうんですよ、肉汁が。ツーブロックだね、うん、これも少しこの辺は鉄板のところにつけておくと、あ、なるほど、熱を入れていくというね、うんうん、これなんか付け合わせのパスタってうまいよね。うまいですよね、うん、コーンと一緒ね、コーンが甘い、パスタコーンでご飯いけるね。うわ、マジですか、うん、後半にさっぱり系でいいですよ。
ヒーローズステーキさんのハンバーグはめちゃくちゃうまいのは分かってんだけど、ユッチーのおごりだからいつも以上にうめえな。ここは任せてください。いつも以上にうまいな今日。どんどんちょっといろんなところをおごれるように頑張ります。あんまり期待してないから。いや期待してください。あんまり期待してない。成田雄一28歳、ヒーローズステーキハウスさんで3ポンドラストスパートでございます。これ食べてヒーローになれるかというまあどっかでそれ言うんじゃないかなと思ったけどね。ネギ塩のソースが一番やっぱハマっちゃう。これはすごい美味しい。あ、残しちゃったんだ。これわざと残しちゃった。しゃっかりしてんな。しゃっかりつまんねえな。いやこれ今日はユッチーの肉の食べっぷり見て元気出た視聴者さんいると思うよ。あ、いやいると思うよ。え、肉も最後一切れ。お、いよいよ一切れです。お肉3ポンド完食おめでとうございます。俺に関してはさ、適量を美味しくいただいております。43歳で1ポンドのハンバーグってそれだけでも結構多いと思いますよね。だからバケさんの普通の概念ちょっと変わっちゃってますソースもね、見てほらちょっと残したの俺もほら。あ、ほんと最後うわ、やらしいですねこれ。さっき自分のことあんな言っといて自分もやってるじゃないですか。チェーン店でもさ、店内でね、手作りハンバーグいいよね。いいですね。いいよね。小刻みに刻んでね、味わってます今。なんでちょくちょくこんなちっちゃい。もったいないんでも。そして最後の一切れでございます。このハンバーグは家じゃ作れねえ。まあおそらくあの火力も違うだろうしね。焼き手側もね、すごいもんね、厨房ね。ずっとですよ、焼いてて。ちなみにですね、調理風景いいですよって言われたんですけど、店内が忙しかったんで自粛しました。本当はね、焼いたところじわーってね、そうですね、よかったんだけどさ、あまりにももう満席ですごい混んでたんで、こういう時はちょっとうちらは自粛しますんで、ご迷惑かけられないからね。お疲れ様です。お疲れ様です。どうぞ。ということでヒーローズステーキハウスさん、今回来てるのが池袋サンシャインシティの3階でございます。全部で7店舗今展開してます。ぜひ食べに来てみてはいかがでしょうか。特にこのね、真夏の時期だからこそ肉をがっつり食べてスタミナ補給。じゃあ最後ちょっと一言いただいてもよろしいですか。いいですか。あの3ポンド完食しましたんでね、はい、もう元気がないなとか疲れ気味だなっていう人はステーキヒーローズさんで肉を食べてヒーローになっちゃってください。ということで皆さん、これで終わるんすか。60点あ、60点。あ、さっきよりちょっと上がった。今日はね、俺が一人で寿司食べ放題にチャレンジしてきます。中トロ5貫、ホタテ5貫、まあまあ肉厚です。美味しいね、寿司アカデミーさん。お魚の身がね、ゴロゴロ入ってましたよ。エビ2貫に甘エビ5貫、赤エビ1貫に赤貝2貫にしました。ウニもね、食べ放題で指標になりますからね。カニにアナゴです。猛毒のままであった。いや、ちょっとこれはあのペース配分、まあ間違えたね、これは。